木崎ゆりや感情を込めてセリフを言えあ<ら>お芝居をする上でとても大切なのは演技はもちろんのこと、はい、感情を込めてのセリフです,そ,うです、ね、そこで普段なかなか感情が込められないワードを<え>喜怒哀楽の4種類を使って言ってもらいます、えー、なんか難しそうえ感情を入れられない言葉そ入れられないのに入れるの 無茶ぶりだな。単語は餃子？餃子にたんえ餃喜怒哀楽の四つの感情を順番に言ってもらいます。あ、そういうこと？難しい。あ、えき喜怒哀楽ってどういう順番ですか？き喜,喜び？あ、オッケーオッケーオッケー。喜び怒り悲しみ楽しみ。餃子ですよね。いきます。まずは喜喜びから。 わ <laughs> かります <laughs> めっちゃ喜んでますね。餃子が来てすごく嬉しい時の子供の餃子の言い方。じゃあ怒り。餃子あ、これかりにくい。あ、もっと怒った方がいいなんで餃子だよ <laughs> 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 難しいですね。じゃあ、けど愛楽の愛。悲しいですよね。 今意味わかかんんんななないいじゃんこれれでで泣いてんの餃子で <laughs> あれかなおじいちゃんかおばあちゃんが昔作ってくれた餃子を食べてとかそういう設定ですかね <laughs> 楽しいこれちょっとあの木と混ざるんですよね木大楽楽楽しいふう餃子 <laughs> ふーとか言っちゃダメん <laughs> だろう餃子餃子餃子 <laughs> もうわかんないこれ難しいよ 企業開くってこんな難しいんですね。餃子一言でそんな言い回しがあるのか。これはまた新たな発見ですね。<laughs> こういうのがあるのが安いなろう。コーナーですね。<laughs> ゴングのタイミング。